これは落ちそうですか。落ちてさあヒットになりました。磯畑のプロ初ヒットは同じルーキー早川から打ったという記念すべき一本になりました。そしてボールは当然ベンチに返されていくということですね。早川の方からベンチに投げ入れられました。いやこれはこれはヒットになります。磯畑が2本目のヒット、今日初めてのヒットですがキャリア2本目のヒット、東京ドームで打っています。さあでおっとここはアイデア見せてきました。足で一本、磯畑がアイデア見せてきました。ついに出ましたね。ついに出ましたか、このセーフティーバンドがね。磯畑は本当にあのショートサードが飛ぶようなペイオフピッチ、強い打球だ。さあそしてランナーサードを切っていました。磯畑なし注目、浅間はサードを蹴って帰ってくる。磯畑はセカンドを蹴ってめちゃくちゃ速い。スリーベースヒット、3点差。めちゃくちゃ速いの、一瞬でサードまで駆け抜けていきました。浅間がフォアボールのランナー出ていましたが、この一塁に入っています。レフトへの当たりはヒットになります。磯畑一塁で止まります。6回の表ファイターズ先頭バッタールーキーの磯畑ヒットで出ました。今日最初のヒットノーアウトランナー一塁です。セカンドの上、これはヒットになりました。難しいコースに見えたんですがしっかり振ってきました。追い込まれてから磯畑のバッティングです。この当たりは、この当たりは持っていきました。プロ第1号です、磯畑亮太。完璧なライナー性の当たり持っていきました。足が速いということでフォアボール、うん、これヒットになりますよ。さあでこれ清水はセカンドストップになりましたか。うん、ということでこれで11試合連続ヒット、まあ、ですからこうやって打ってる分には、ね、大丈夫ということですね、はい、あの選べばいいっていうもんではなくて、はい、バッテリーもねやっぱフォアボールとかでランナー出したくないので、はい、ストライク